ちょっとね、右の水着にも気を取られるんですけど。そうですね。一瞬そこに目が行きますね。めちゃくちゃ浮かれてる。はい。すごいアリスちゃんだ。まず四季アリスのモデルがこういう形になってます。動かしてみましょうか。うわすごいよく動くな。可愛い。マジンアリスとちょっとやっぱデザイン違うの可愛いですねこれも。なんかスカートめっちゃひらひらなってるのすごい可愛い。すごい。あ、ちょうどこの。ちょうどギリギリ感が。そうですね。安心してください。安心してください。その場合だと履いてますよって言うんですが、履いてるかどうか確認ができないっていうね、これだと。いいですね。非常にね、モデルもね。クオリティが高い。可愛いですね。ああ、ちゃんと人形2つともちゃんと喋ってますね。はい。こんな形ですね。スキルは。はい、こんな感じで。持ってます。こちらですね。これちょっとこの昔のイラスト。覚えてる方いますかね。そうですよね、これやっぱり。イフとか。結構前のイラストですよね、これね。イフの時、なんかこういう。僕はドットの印象が強くって、イラスト見た時、あーってなったんですけど。はいはいはい、これも懐かしいです、やっぱり見るとね。はい、こんな感じです。後でちょっとバトル画面でもね、お見せしたいと思います。ちょっとずっと浮いてるんですね。笑った。わあ、すごい。ああ、可愛い。いい、欲しいね。次、大丈夫ですか。なんか他に。大丈夫ですか。もうちょっとじゃあぐるっと後ろ姿なんか見て。一周ね。髪の毛のあたりもちゃんとできてるな。はい。いやなんかモーションめっちゃいっぱいありますねこの。ね。ねなんか抱きしめたりなんか遊ばせたり。意外とね悪魔詳細で見るとモーション多様になってる悪魔が多いね。はい。素晴らしいです。では次が魔王ベリアル。わあかっこいい。かっこいい。かっこいいなベリアル。この何ですか。はい。この悪い意味じゃなくてこの骨ばった感がすごい出てていいね。このなんか筋感というか。かっこいいな。おめえ悪いやつだな。あごめんなさい思わず。そうですね。ザ悪魔っていう感じがねしますよね。いやすごいちょっとでもスキルとかも見たいな。スキルがこんな感じですね。はいこんな感じで。はい、ゴモラの極限あるスキルレベルが上がってますね。こんな感じです。わあ、6まで上げたいな。MP5 でしたね。MP5 が6まで上げると。結構軽く打てるという。うん、いいですね。君ですね。ライドを生み出すね。そみで長身。はい。いいですね。コメントもみんなかっこいいって出てますね。あ、そうです。めちゃくちゃもうそのなんか欲しい欲しいって。ね、すげえな。唐辛子みたいというコメントですね。まあまあ色がね、色だけです。色だけですけど。なるほど。はい。僕のお気に入りですけど。ああ、これもいいな。わあ、めっちゃいい。なんでかパペットってさ、なんていうんですかこのね、パペット的な操り人形が同じ形ね加工してるのいいですね。なんかそのパペットの揺れ具合とかすごくないですか。めっちゃ細かい。すごい細かい。本当すごいですね。この D2 のその 3D を作られてる方々本当すごいですね。これ別にこの手でつけてますからね。すごいですよ。2D のイラストのイメージそのまま 3D になってますもんね。こちらですよ。こちらが 2D の絵で、こちらが 3D。本当すごい。このまんま出てきたって感じですね。すげえかっちょいい。これはなんかこれめちゃくちゃ欲しい。強さもそうですけどやっぱちょっと欲しくなりますね。コレクション要素というかね。はい。という感じになってます。動きが本当にすごい。いやーすごい。はい。ちょっと何回かタップしてもらっていいですか。スキルはあスキルも見た後。栄光のレベル4まで。はい。ですね。悪魔の量の呼び声ははい量の呼び声。これはちょっとね使い方も考えてるんですけど、すげえなマントのなびきも。いや本当すごいですよね。なんか本当リアルじゃないですかこのなびき方。リアルですよ。いそうですもんね渋谷あたりに。たまに渋谷歩いてますよね。いますいますこういうのはね。おっていますよこれは。ハロウィンの時期いっぱいいますよね。そうですね。ハロウィンだったら全然いますね。コスプレしたくなる。感じはありますよね。次回ドグマさんこれでいきます。これだから今ちょっとね昨今の事情ありますね。外出るのあれですけど、お家でコスプレするのとかはやりやすくてすごくいいかもしれないですね。で、こんな話ばっかりだとあれなので、そうですね。はい、バトルシーンの方に行きたいと思います。で、デモプレイでなんかわかりやすいさっきのスキルがどういう感じで。使うのかってイメージしづらいかなと思ったので、ちょっとデュエルだと、まあちょっとフレスベルグがちょっと特殊なんですけど、はい、フレスベルグとアシェラトとヤマとオルクスと、うん、はい、いうようなパーティー相手にどうなるかっていうところをお見せしたいと思います。はい。はい、ちなみにこの3体は、アリス含め3体は新年融合はしてない状態ですね。かしこまりました。はい。じゃあアリスちゃんの割合だね。呪いも気になりますね。早い。何倍だ。2倍か。ちょっとゆっくりにしましょう。はい。あ、2倍になっちゃう。で、オープンします。なんか秋田宝石ちょうだい。やったー。奪ってる奪ってる。で、あ、これはいいんです。なるほど、そうか。例のね、そういうことか。あのスキルを出すためにわざと栄光の手モーションめっちゃいい。で、呪い状態にしました。なったらこの次のターンでってことか。すごい。何よりも当倍だとこんな滑らかな感じだったんだって久しぶり見ました。久しぶり見ましたね。肥料の呼び声で復活しました。わあ、そうか。呪いがやっぱキーになってんだな。うわ、強い。悪魔の呼び声で覚醒スキルですね。で、ここですよ。攻撃力ダウン。お友達になってる。そうか、呪いが入ったから。うわ、即死だ。すごい。こういう感じ。このコンビネーションやられたらやばいっすね。これ3体とも欲しいですね。これはどうやってディフェンスするかって考えるのも楽しみ。そうですね、本当に今回3体とも、まあ、ネビロスとアリスですね、うん、に関してはテクニカルな性能にはなってますけど、組み合わせると非常に力は強くなったりするので、ぜひそこを楽しみに遊んでいただけるといいと思います。3体とあともう1体どうしようかなみたいなのも、なんかこれにしようかなみたいなのあるんですか。いや、どうですドグマさん。ドグマさんはどうします？でもこの3体で結構もう本当に完成されているので、よりここに入れるんだったらなんでしょうね。物理なのかな。でも呪い状態だから。そうなんですよ。呪い状態だからそれだけに頼るとちょっとね、まあ大僧正がいたりすると危ないですよね。返されちゃうから。なんか物理の人1人入れてもいいかもしれないですね。でもいろいろなんか組み合わせはありそう。はい。そうか、呪いやから怖いですね。そうですね。頼っちゃうとね。せっかくなので、なんか別のところもレベルバスターがいいのかな。これはでもここまでやれたらな。11ぐらいかな。3体とも欲しいな。あれ11でしたっけ？確かね。大人を見てますけど。大丈夫ですか。大丈夫でした。アリスちゃんパネル2まで開けると MP が5増えるんでしたっけ。あ、そうでしたっけ。そうですね。多分ね、コンテンツ側でもね、デュエル以外でも2倍にしましょう。はい。ということでコメントではね、なんかねクリアまではできないんだけど、例えばこの使い方のイメージとしては、変えながらクリアすると。まあ上級者の方だったら攻撃食らう前にもう倒しちゃうとかあると思うんですけど、そうじゃない方もいらっしゃると思うので、こんな使い方もありますよっていうところで、これ何も知らずにやったら知らないうちにやられてますね、多分。あれあれあれっつってですね。コメントだとなるほど。ダークフロストでなるの大僧正必須かな。あ、でもあれですね、シッターでお迎えできるからね。はい、大僧正持ってない方ね、今月は。はいはいね、海外の方からもありがとうございます。ありがとうございます。いやー、でもこれは田辺さんどうしようね。ちょっといろいろどう使おうかなって、いろいろ単純にこうしたら強いっていうパターンがいくつかあると思うので、まあ想像力を刺激するか。これはね、多分勝てないと思います。さすがにバリコアオートのランダマオートの、でもそうか、やっぱこうなりますよね。金額モーションがこうですっていうのが今見れたのがいいですね。意外とこのアリさんのリアルなこのモーションが、なるほどね、そうか、状態異常にされちゃうとっていうことか。いやでも素晴らしい。いや本当楽しみですね。よかった、これ楽しみ。初めて動いてるの見れてよかったです。生放送で初出しの情報でしたね。でもコメントではもう皆さんね、どう